皆さん、なんと水溜りボンドメインチャンネル430万人突破しました。よっしゃきた。たった今来ましたか。今たった今430万人。ありがとうございます。いや本当に430万人まで長かったですね。本当に、まあ、ゼロから。ゼロから、はい、あ、振り返る6年5年半ぐらい。あ、まあそうね。振り返る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 とすごい長いよ。長いよ。てか、あと本当の節目で薄くなっちゃう。いや、そうでしょ。まあでも10万人ごとに祝いたいけどね。乾杯しましょうということで。はい。で、10万人増えるってすごいことですからね。すごいですよ。だってん3月、4月結構増えたと思うんですね。結構増えましたね、うん、しかも4月入ってからまた4月入ってから登録者のたくさん見ていただけてるよ。はい。じゃあ皆さん、はい、手にね、氷結を持ってください。氷結別にそんな固定しなくて、固定しなくていいんです。僕らがそのたくさんいただいたやつを持っておいて。確かに、はい、はい、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。じゃあみんなと乾杯してきたら、はい、一人一人が、うん、もう一つアカウント作れば860万人乾杯。ラファオは何よ、言ってることが。言ってることがラファオは何よ。確かに。でもラファオはとは気持ち違う。まあね、そうね。あいつは20万人800何十万人にしようとしてたからね。乾杯していきました。かなりトップまで踊り出ようとしてるよ。確かに。うーん、急にそんなことできんのかね。まあ一瞬もし仮にできたとして、まあすぐ去ってやるよね。その違うでしょってね、やられるよね。てか、まあ、なんか起きるだろうね。なんか起きるだろうね。そんなこと言われるだろうね。メインの動画1本それで撮るっていう。みんな今こうやってやってください。うん、登録してください。もう1個何に増えるんだろうね。いや、わかんないね。どうなんだ。人のそういうなんかパワーって気になるよね。いや、でもまあなしですけどね。なしですよ。てかもうなんかプライドないんかね、あの。そいつがなんか500万人いた時に、いや500万人はなかったとか言ってもね。いやいや、かさ増し隊だからね。いやいや、君たちってなるからね。はい、ありがとうございます。乾杯。どうですか。しみる。しみる。おいしい。そんな市民ます。嬉しくないやもん。まあ嬉しいですね。普通にこの状況下でも見てくれる人がね、そうだね、いるんだっていうのが、いろいろね、あの家出れなかったりしますけども、そういう時に僕らが何かしらをすることでより楽しんでもらえる、うん、すごい仕事についてるなっていう。そういうことですよ。たまたまではありますけど。たまたまですよ。時代的にね、うん、本当にこういう状況になったんでね。だってね。その、いろいろやってらっしゃる方いると思うけど、エンターテインメントで、うん、でも舞台とかだったらさ、うん、もうできないわけなんですから今ね、お客さんを呼ぶことはできないからね。まあ、僕らもね、トークライブなくなっちゃったりとかしてますけども。なりましたね。 YouTube があるんです。 YouTube があるからね、これね、ぜひ、うん、登録お願いします。まあまあまあ、サブチャンネルですけどね、これ今出してるの。これ登録するみたいなね。いや、サブチャンネルで今これ出してる。登録してください、サブチャンネル。登録してる人が見てるよ、多分もうメインは。確かに。じゃあサブチャンネル登録してください。いや、サブチャンネル、まあ、この動画に関しては多分登録してる人が見てる。確かに。何の思い出があって登録しないで見てんのかな、それに関しては。嫌いな人が見てるかもね。だから、もう行ったんかいっていう。430万円、何なんだよっていう人は見てる。いいでしょ。登録してください、その人。その人も登録してないしね。いや、でもなんかこう、うん、またなんか、なんだろうな、底力じゃないけどさ、うん、外出れないけど何やるんだろうっていうところでやっぱ伸びてるってことは、まあ底力がこう見えてるのかな。そうですね、うん、楽しみ力というかね、うん、そういうのがあるんですよ。俺がいじられてるだけなんだっていうね。その最近オープニング俺いねえなみたいな。いや、でも今日に関してはなんかオープニング撮る時にちょっと待っててって言われて、俺なんかオープニング撮るの待ってた時間あったからね。いや、でもそういうことじゃないですか。だって最近サムネトミーよ。いや、そうね、ほとんどだから家で何もやってこなかった人間だから逆に今新鮮なんだろうね。新鮮ですよ。だってこんなにトミーいるんだから。
こんなに後ろ姿もトミーもいるし、歌ってるトミーもいるし、ラインスタンプやってるトミーもいるし、ペンギンのトミーもいるし、ペンギンだろう、それペンギンのトミーとか、あのペンギンのおもちゃにペンギントミーってつけてたと思う。いろいろ本当ありますからね。家で、うん、なんだろう、その撮るようになったけど、全然楽しさが減らないというか、なんか今日はじゃあもう企画なくなったからしぶしぶこれやるかっていうよりは、うん、これできんじゃん。そうね。なんなら家で撮んなきゃいけないっていうのを言い訳にしてトミーいじれるやん。もう確かに。だから家にいなかった人間が家の中ので楽しむことを一つ一つ体験し、そうそうそう、カラオケに行ってみたり、ね、すごいよ、ね、カラオケ状態でやってみたり、確かにそのネットで注文してみたり、すごいよ。ね、その、うん、なかなか見れないですからね、これ人体実験みたいな、人体実験させていただいておりますよ。だから全然いけるね。で、そうしかも俺らもともと企画室ってところで撮ってたから、うん、そうだね、あそこ出なかったじゃん、2年間地上には出れなかったじゃん俺ら、まあ、あの時地下だったからね、地下で、うん、怪獣みたいな世界だよね。そうね、100万人いくぐらいまで大体地下で撮ってたんだよ。そうね、暗い地下の日もあったしね、もっと暗い地下、まあもうその4号館って言われる場所ね。で、まあある程度そのモラルみたいなのもやっぱあるから、大学の施設だったんで。そうね、もう縛ってたんで、別にだから今不自由になった気しないよね。いやだから広いよねっていう、その家広いから何でもできるじゃんっていう、桜もあるし。確かに何でもできちゃうじゃんっていう状況だもんね。それをだからファンの人がね、理解してくれたら嬉しいよね。そのなんだろう、うん、こういう時期でも楽しい。ああ、縮こまってるわけではないからね、全然ね。そう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 、楽しみですよ。楽しくやらせていただいております。はい、え、あれさ、どうすんの、あのアツシさんがさ、回ってきてたやつ。やばいね、今から考えようと。なんで俺あんなこと言ったの。いや、なんかバトン流行ってったじゃん、大きいバトンがこう小さくなってったりとか、あの一般の方がやってたのがこう芸能人の人になってったりするらしいんで、世の中には多分バトンがたくさん流れてるんだろうな。そうね。で、来ないっていうボケをしたのか、うん、バトン誰かしらくださいって言って、うん、あ、来なくてなんか自分でやるとか、うん、なんかそういうなんか自虐的なことやろうとしてたんですよ。そしたら淳さんがこれやっていいよ、注目が集まってる中でやるわけでしょ。こわっ、それはやってくださいよっていうことでしかないからね。そのな、その目立ちたかった人がもういちびっていくっていうのをもう映し出す状況。まあ俺トミーにつなげるね。いや俺はそれはだからダメですよってことですよ。いや僕トミーにつなげますよ。それはお前、俺タナさんでやってるから。なんだ、俺タナさんで。じゃあ内藤さんは自分から回せばね。そう、内藤さんは内藤さんだぞ。いやでも内藤さんとあのジャパさんのあのツイッターの動画が一番好き。いや俺もね、ぜひフォローしてください。ジャパさんのあのラップとあの内藤さんのうざい上司シリーズみたいなのがもう一番好き。俺一番ずっと見てる、あれを。あれ結構見るせいでもうおすすめで一番上に毎回上がってくる。見たやつが。え、内藤さんに繋ごうかな次。内藤さんに繋いだ方がいいよ。ずっとジャパさんに繋ぐから内藤さんは。見たいけどな、誰つなごうかな。まあまあね、YouTuber の中で誰がやるの。それこそ芝生とか見たらね、今そうにやるのか。内藤さんはまあ絶対全力でやってくれるけどね。後輩が渡していいバトンじゃないじゃん。いや内藤さんはそんな気にしない、気にしないかな。内藤さんは気にしないと思います。じゃあそれ内藤さんがやったら絶対楽しむ自信ある。いや無理。内藤さんにそんなことやらせないでほしいっていう気持ちあるよ。自由に内藤さんがそのやるのを見たいから。俺は内藤さんがその自発的にやってるのを俺は見たいの。なんか前からなんかコスプレしてください内藤さん。ちょっとなんかお父さんが頑張ってるからね。うん、ないその分かる。内藤さんは常に自分がバトンを乱してジャパさんにこう出しといてのを俺は見てたい。そうだよね、それは俺絶対ブレちゃいけないとか。いや、ブレちゃいけないとかじゃないけどね。そういう気持ちでやってないとか、別に楽しくてやってるでしょうからね。やっぱ面白いですよね。オルタナさんのあのパプリカ英語で歌う、あ
はいはい、素晴らしい動画見てほしいですね。もう見ちゃっていいんですかね。なんか俺見ないんですよ。え、なんで？でもやらされるかもしれない。ああ、そういうことですよね、はい、あ、まあまあやらせる可能性もあるなと思って。確かに見ないでいきましょう。なんか何にもしないようにしてもらって、はい、ありがとうございます。まあ、その音楽が聴きたいというよりはその俺とナさんのコンテンツしとして見たくはあるのよ。見たい、あれは素晴らしい作品だ、うん、そういう意味では見ようかなと思ったんですけど、まあちょっと一旦見ないようにしよう。はい。でもなんかまた登録者の話に戻りますけど、うん、ある時から細かく表示されなくなったじゃないですか。あ、そうね。なんかあれって一応クリエイターのそのあれをなんか保つためらしいね。精神的な、精神的なね。うん、それで言うとあのインスタのさ、あのいいねも表示されないもんね。あ、そうだね。昔はされてたんだ。されてた、されてた、多分。あ、でそういうなんか別にそういう評価じゃないぞみたいな状態にはなってるっていう。そう、まあ、あれ多分あれはまあでも自分ではだからかな。うん、あ、これ、うん、あ、他何万いいねしてるんですよ。まだあんま意味ないですよ。まあでも自分だと見れるんですよね、ビジネスアカウントだと。あ、そうね。どこが多い？え、何が？インスタ、インサイト。うん。お、何？一緒？違うの？一緒。あ、一緒じゃない？ここも？そこは分かんないけど、ここ一緒。これはでもインスタをやってる地域の話なのかな。いやでも東京よりも横浜が多い。あ、確かに。一緒だ。横浜が一番多くて、横浜、大阪、で東京都は区でやってるからでも市じゃん。あ、でも分かんない、確か国はでも日本一緒これそれはそうだろ。日本なんだ俺なんで俺日本以外の国でちょっと受けてるの確かにすごいですね。団体率が多分同じですね。あ、一緒なんだ、ね、これはこういうの見るの面白いよね。すごい、だって横浜のフォロワーが一番多いっていう。はいはいはい。でもその登録者が見えなくなったけど、うん、だからなんかクリエイターのストレスは減った気はするけど、まあそうだね、あい他の人のも見えないからね、うん、でもやっぱこういう節目嬉しいですよね。まあ節目は見えるわけですから、ね、そうそうそう、そんな、ま、万人単位では、うん、みんなで喜びましょう。はい、楽しいですね。はい、ということで430万人ありがとうございました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。440万人目指す。いつまでに目指せなかったらもう引退。40日。大丈夫ですか？無理です。四六時中四六時中って何？四六時中目指す。何四六時中目指す？毎日目指す。目指すことはできる。目指すことできますそりゃ。Thank you.